たの職場をボイスで笑顔に、スマイルシステムサポートの上石です。今日は外国人従業員がいる会社のボイス活動についてお話しします。最近は外国の方を従業員として雇われる企業様も増えてきました。私がボイス研修をさせてもらっている会社様でも年々増えていて、ある会社でいろんな国の方が職場にいてボイス活動を浸透させるのが難しいという相談がありましたので、今回はそれについてお答えします。このチャンネルではボイス活動の話を中心に、業務改善や人材育成などについて役立つ情報を配信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では本題です。整理整頓についての考え方や価値観は国によって違います。日本ではトヨタに代表されるように整理整頓の価値や重要性は広く浸透していますが、国によってはあまり馴染みのないようなところもあります。そのためどれだけ伝えてもなかなかその大切さを理解してもらえなかったり、活動に巻き込んでいくのが大変で伝えることを諦めてしまっている会社もあります。私がボイス研修をさせてもらっている会社様では、外国の方も一緒に参加して話を聞いてもらっている会社もあれば、研修自体に参加していない会社もあります。結果的に見ると、数年間活動を続けた時、前者の方が活動は活発になっています。最初は訳も分からずスタートしますが、研修に一緒に参加してもらっているとだんだんと活動の大切さを理解してもらえるようになってきます。ただそれは他の日本人の社員さんが翻訳のアプリなどを使って研修の内容を外国の方に熱心に伝えて、しっかりコミュニケーションをとって活動されていることで成果を出すことができています。時間はかかりますが、しっかり伝えて行動していくと、外国の方も人事ではなく参画してくれるようになってきます。一方、活動に参加していない会社の場合は、何年経っても言葉が通じないから分かってもらえないという同じ悩みを抱えています。それは言葉が通じないことだけの問題ではなく、活動に関わっているかどうかが重要です。日本人であっても活動に関わっているか関わっていないかでボイスの成果が変わってきます。少しでも活動に関われば参画意識は芽生えます。すぐに変化は見られなくても、コツコツ続ければ必ず良い方向に向かっていきます。ボイス活動に取り組んでいるという会社の中でも、リーダーだけが活動を頑張っていて他の社員さんは人事になってしまっている会社をよく見かけます。分かってもらえないからという理由で外国の方の活動への参加を諦めると、これと同じような状態になってしまいます。そうならないために、最初は大変ですが一緒に参加してもらって、しっかりコミュニケーションをとって活動を進めるようにしていってください。私がボイス研修を担当して2年ほどの会社様で、ベトナム人の従業員の方が参加されている会社があるのですが、最初は言葉もあまりわからないし、翻訳できたからといってその大切さがなかなか伝わらず大変苦労されていました。でも2年経った今、当たり前のように一緒に考えて活動できるようになって、今ではそのベトナムの方がボイスのリーダーを務めておられます。言葉の壁、文化や価値観の壁があると、理解してもらうのに時間はかかるかもしれませんが、多様な文化や価値観でも協力して一致団結できる社内風土を作っていくためにも、まずは小さな関わりからでも作っていってください。ということで、今回は外国人従業員がいる会社のOS活動についてお話ししました。わからないことがあればコメント欄までお願いします。チャンネル登録、高評価ボタンもぜひよろしくお願いします。スマイルシステムサポートの上石でした。